はい、テイルズ・デスティニー実況プレパート24やっていきます。いよいよ統計上の攻略とはということでね、ガンガン進めてまいりましょう。ね、ここに来まして、レンズ、これ3種類のね、レンズが入手できるようになりました。ブルーレンズ、そのままでね、まあ、クリアレンズもね、結構この敵多くドロップしてくれるみたいなんで、まあ、がっつりと稼がせていただこうかなと思います。なんかブロックがあるの、あれを押す仕掛けとかあるからね。よしよし、まず進んでいきましょうか。ナイツウェア、これの先の携帯だったな。油断しすぎたようだな。お、ルーティーテリオンがデバイスマスター。これか、チェイス、これ30はちょっとポイント多すぎるよ。広いところに出ましたよ。はい、すみません、ちょっとキャプチャーの画像がなんか荒い気がして、こうしてやりづらいな。ちょっとさ、火属性だからさ、育成効率重視でやってるからさ、本当はあのジョニーとか入れればバランス取れるんだろうけど。
お、断空拳を超えた。風属性だ。普通にそこの宝箱今俺見逃したね。なんかやれるかな。もうね、片っ端見ないと覚えてない状況。アイアンアックス、アイアンアックスがロコッパーアックス、ジャットバラアックスが多分セールティスだねってことはまだだ。レベルが足りない。グレートアックスがクレセントアックス。なるほど。さあ行くぞ。オールドレイヤーさん。ルーナ。ヤマ。オールドレイヤーさん。いいね。これならあのドラゴンにもダメージ与えれる。いいね。しかもあいつレンズ多いんだ。あれ出てくると、いやあれが多いのかどうかは知らんけど、早めに弾空間を入れるようにしよう。水路から水がなくなってますね。もっと。よし、ばっちり。よしよし。下ろせねえのかな。下ろせねえか。こういうところとかに何か隠れてたりとかしない。ランク10、5番。
いいね。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。あれが別に落とすわけじゃないのか。じゃあなんだ、何かがね、ブルーレンズを持ってるんですよ、うん、今すぐ使うものでもないんですけど、やっぱりあった方がねいいですからね。わー、エクシードつけてーなー。じゃあそれとこの辺外してこっちつけて、うん、どうせ1ポイントだしね。浮いた分で何かと思ったけどなかったな。待てよ、いるか、一旦補給に帰ろうかなとちょっと思ったけど、あのバジリスクみたいなやつか持ってんの、これこっちだね。あとレベルさえあればこのセルリスも作れるな。いいね、レベルが足りてるものはもうバンバン作っちゃおう。当たらねえ。女性陣の後方支援がありがたい。なんかスタンガン当たらねー。結果は変わらん。そう、何度やってもだ。フーティーデバイスマスター、うん、エクシードか。これ1個外してこっちにつける。うん、なんもね。なんかありそうじゃない？
オッケー。神のご加護です。あと何個だ。お、いける。よし、作っちゃえ。で、武器は一通り強化完了だね、今のところ。ナイツアーマーいきそうだな。76個ね。なんかあるんでねえか、わざわざこっちに来させるっていうことはねえの。そんなわけないでしょ。嘘でしょ。え、なんもねえの、マジで。思ったよりはなんか巻き込まれないんですよ、敵が。OK。神のご加護です。いいよ。マスターとのエクシードか。いや、このままでいいかな。なんか光ってる。よし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 。お、レベル30で新しい広げ覚えた。ライズか。まあいいか。仕掛けが動きましたね。一旦補給に戻ろうか。挟まれてしまいました。まず一体もうちょいだった。じゃあとりあえずフードも回復して、一旦回復と。補給ができるのがすごい助かる。アイス
OK。ピリアまた一個回したらね。これか。で、リライズできるんでないでしょうか。たばかった。次が、これはもうやんなくてよくなったもんね。じゃあ、ファンシークローク。このファンシークロークの次が、ミディブラウス。156個ね。これ156個だから156枚なのか。枚だね。はい、156枚集めます。なんかありそう。なんかありそう。お、ファイアーストーム。じゃあとりあえず一旦今回はここまでで一区切りとさせていただきますと、まあ、次回も引き続きねこちらの統計量を攻略していきます。まあ、だいぶねレンズ特にブルーレンズが結構溜まってきましたね。より強力な装備が作れそうですけれども、まだ道中ね、バンバン敵に出てきてもらって、バンバン倒して、レベルも上げてレンズも集めて装備も強化して、もう最高の状態でね、ティベリウスの迎えをしたいと思います。では、テイルズデスニー実況プレイパート24、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見に来るな。